キングロード60分一本勝負全日本女子プロレス山田トヨタ組対 FMW コンバットトヨタ工藤恵組さあいよいよメインイベントですね。はい、楽しみです。はい、放送席にはゲストにまたまたウル様がいらしていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。試合どうでした？疲れましたんですよ、まあまあです。そうでした、さあゴングが鳴りまして、まずはオココンバットトヨタのダブルラリアットから試合がスタートしました。山田トヨタの水着は予想行きですね。なるほど、微妙にねワンポイント返ったりとかね、トヨタのやつは新しいですよ、毛がついてるやつは。毛がついてるね、トヨタすごいですね。でもあれはね1試合用だと思いますよ、あの毛は絶対に取れちゃうと思うんで。なるほどね、なくなっちゃいますよね。あっとスキンキック、あっとこの辺も一度ぶつかり合いだ。エルボーっていうよりパンチに似てましたね、一発目、はいはいはい、一撃目は。やったやってますね、やってますやってますというね。いやパンチ入れたのは山田でしたね。なるほど、ね、あこの工藤も負けなかったですね。はい、工藤の気持ちよさが出ましたね。あやっぱそうですか、やっぱりね前場にもともと入ったのは先輩ですからね。そうですよね、この辺の意地もあるんでしょう。すごいトヨタ対トヨタ、すごい、うわダブルトヨタという感じですけども、さあこのすごいですね、このひらひらが揺れて、あの張り手にも迫力が出てくるという感じですね。すごいですね。あ、もうなんかものすごい喧嘩殺法でこれが幕を閉じるとは思いませんでしたけれども、うわあったもつって肉に当たる音がしましたね、うん、っていうか負けてないですよ、トヨタも。トヨタもそうですね、 FMW もこの大舞台でメインを取って意地があります、さあトヨタ山田組、まあ、これまではねだいぶ二冠のタッグですけれども、何かとこう不調だ不調だとね言われて騒がれてますけれども、ここへ来てどうですか、コンディショニングっていうのは。いや、コンディションが悪くて不調だっていうんじゃなくて、プロレスぶりが不調だという、そういう話なんですよ。なるほど、そういうことですよね、使えないよっていうか、それは何かこうちょっと壁にぶち当たったということなんですかね。最近ところいろんなところでテーマになっている心のプロレス問題ということじゃないですか。ああなるほど、まだその辺ができてないという部分があるんでしょうか。いや、まあわかんないですけども、いや山田選手も特にトヨタ選手もテクニック的にはそんな誰も文句つけられないですよ、この人のテクニックだけは。おっと、これはちょっと変形のボディアタックという形になりましたが、カウント結構感情的になってますね、はい、やっぱり硬いですよね。おっとおっと、あっとこれはちょっと失敗だ。あっとそのまま丸め込んだ駆動ですが、あそして今度は逆になって、今はこれトップロープに足掛けたんですか。登ったんですよね、登って立っちゃっていろんなことできるんです、ジャンプとかいろんなことできるんですよね。いいですかね、すごいですね、ちょっと崩れてしまいました。さあそして山田と駆動のぶつか、あっとすごい、ものすごいハイクック、ね、カウンターで顎を捉えました。あった、まあ、この中でもねこの蹴りを武器としているのはこの山田だけですから、その辺がガンガン蹴ってくるんじゃないかという気がしますけれども、あっと掴んじゃったんですね、やっぱり顔、に入ったの掴みますからね、この辺は9度目の意地、意地と意地の、あっと DDT、 さあそしてなおも蹴りますが、おっとガードをした9度目後ろから抱えてのバックドロップ。さあホール。近いな。カウント2。お、そしてこれはよく山田が得意とする足をご覧のように抱えての、まあ、逆肩エビの変形というかですね。そうですね。ぐいぐいと締め上げてきます。これは足首とか膝も完全に決まりますんでね、かなり苦しいんでしょ、ブルさん。はい、すごい苦しかったですよ、やられた時。あ、そうですか。はい、さあ比較的試合が静かな展開を見せてきましたけれども、さあここでロープブレイク、一発キックを入れて、そしてもう一回、この辺の必要な攻撃、おっとそして持ち上げた山田選手っていうのは本当見かけによらず結構パワーありますよね。これも強いですね。これ持ち上げられちゃいましたから。うおっと、そして今度は回しました。あーっと、そしてギロチン落として。さあカウント。本当に今日は1日を通じて、みんな新しい技最低2個ぐらい持ってきてますね。なるほどね。絶対
自分がメイン取るつもりでみんなやってるから、ね、あっとさあこの辺でランニングドロップキックの連チャンが出るんでしょうか。しかしここは一発。さあそしてダブルアームスープレックスで投げ飛ばしまして、カウントはトヨタすごい気入ってますよね。そうですか。さあそしてもう一回いくんでしょうか。おっとおっと、これはあ裏からなんですね。はい、さあ工藤の裏からなら、そして FMW のコーナーに持ってきた。さあトヨタ対決という感じですけれども、さあここは一気にラフサッポーで勝機を見出そうかというコンバットトヨタですけれども、どっちですか、ガウジングかどっちかちょっとよく見えませんでしたが、この FM チームとしてはどうでしょう、この2冠チームにね、どういった切り口で攻めていくのがポイントになるんでしょうか。多分やっぱトヨタ狙ってくると思うんですよ。そうですか、そうじゃないですか。うん、山田の方がちょっと攻めにくいっていう感じですか。なるほどね。さあ古様はこのトヨタを狙ってくるのではないかという感じですけれども、強烈なバックブリーカー、やはりパワーでは一日の長があるのか。このコンバットはすごい力、すごいですからね、はい、すごい力、簡単に持ち上げてましたね、はい、うん、やはりちょっとウェイトではね。さあそしてエアプレーンスピンからぐいぐいと、あっとアルゼンチンバックブリーカーから締め上げて落としました。FMW 勢は、はい、あの技の種類っていうんですか、数はそれほどないですけれども、うん、得意なものだけはちゃんとやってきます、はい、完璧だと思いますね。そういう形のプロレスですよね、はい、決して必殺技の数は多くないと思いますね。で、あの私の試合してる気がついたんだけど、うん、ボディースラムが全部みんな違うんですよ。あの全日本女子のこのやり方と他の団体にこう全部違うんですよ。ボディースラムね、はい、今もあの久留米があのトヨタのこと投げたんですけど、はい、ボディースラムの首の回し方が違うんですよね。なるほど。あの男子のやり方なんですよ、他の団体みんな、うちだけ違うんです、女子の意思のボディースラムっていうか、全然いいですね。なるほどね。そうですね。さあおっとこれはコンバットトヨタがフォローに入って、そして優しいコンバットトヨタと言いましたね、はい、今のお茶目でしたね。さあそして今度はこのままドラゴンスリーパーのような形に入っていますけども、でもトヨタはこれ体柔らかいですから、今休んでますよきっと。あ、そうですか。そんなもんですか。トヨタの本当、なるほどね、足さえ外れればって感じですよね、うん。あ、このぐらいのやっぱりしなり具合でしたらまだまだという感じでしょうか。そんな感じですね、はい、あ、来ちゃった。あ、そうトヨタが入ってストマックのあたり、おっとレフリモンにも手をかけたが、こういった攻撃にはやはりブーイングが飛びます。どっちもどっちですかね。さあそしてちょっと試合が均衡状態になってまいりましたけども、どっちのチームも完璧なリングフェイスではないですしね、完璧なヒールでもないですしね、なんか今見たらここも結構変わったなみたいな感じで、あ、しますか。そうですか、うん、どのあたりがあのもっとすごいベビーフェイスベビーフェイスしてるのかなと思ったら、うん、結構際どいとこやってますよね。あ、なるほど、それは前ブレさんと戦った時、はい、以来あの時はもっと普通でした、普通の人です、ね、普通のレスラーって言ってましたけど、今はもう FM の代表でメインでみたいな。あ、そうでしょうね、なるほどね、これすごい技ですね、これ逆エビみたいなような。なるほどね、しかしこれもまあ体の柔らかさではというような強さですから、どの程度効いているのかというのはちょっとわからないんですけれども、形としてはこれはまあグイグイと締め上げてる、腰のあたりグイグイ締め上げながらこうしならせてるという感じですけども、複合技ということなんでしょうが。そうなんでしょうね、はい、さあもうこの技がかなり長くなってまいりました。さあちょっと苦しそうな表情はトヨタバナミ、
おっとこれはかなり締め上げてますね。これ何なんですかこの今のコールは。12時になったんでしょうね。なるほど、これはビデオを見てる方は全く、まあ、関係ないとは思いますけれども、実はなんと12時を回ってしまったという。どっかに時計があったんですか。なんか多分よくわかんないんですけれども、そうですね、いやそれにしてもでも嬉しいのは12時過ぎてもどんなの人が人は帰ってないです、ね、席を立ってないんですよね、これは実は先ほどのこの試合前にですね終電の報告がありまして、そうですね、でもお客さんがやぶなこと言うなとか言って、帰るわけないだろうと。いやでも嬉しいですねこういうのは。あの横浜アリーナの周りのホテル全部もう予約いっぱいで取れないそうですよ。あーそうですか、みんな泊まりがけで来てくれたなと思います。あーやはりこのぐらい長くなるって予想もあったんですかね、うん、何せ11時いくら長くても 10時かなとか11時かななんて言ったんですけどね。まさか12時を回るかという感じでしたけども、しかしまさしく男のプロレスのボディさんですね。なるほどね。さあそしてトップロックから重量感あるボディープレス、結構どれだけ捕まってますね。ちょっとロンリーバトル長いですね、はい、さあそしてあっと出ましたね、得意の2回転式の、はい、ローリングエビ固めですけれども、おっとそしてここで満を持して登場は山田、あっと早い、さあそして蹴りまくります、おっと顔面に、うわっとこれは危ない、ソフトバンクにヒットして、あっともう一発同じ技、あそして出ましたね、高速度のこれは DDT の山田流というかね、オリジナルですけども、しかしこれは返しだって言ってますね、返しで同じ技、うん、今度はラリアットではなくてね、体当たりでいきましたけれども、やはりちょっと体格の差はいかんともしがたいというところですが、さあ場外で何をするのか、エルボーを落としていました、さあおっとトヨタが、あっとトヨタが足を出して、あっとさあそして、あの今なんか結構トヨタ斜めらしかったですよ、あっと強烈、場外の鉄柵に強烈に叩きつきました、そしてあっと OG がいるとこじゃないですか、これはそうですね、皆さん喜んじゃってます、耳萩原選手の顔も見えましたけれども、ここにもろにボディスラムを叩きました、さあそして今度は武道が、あっとこちらはトヨタと山田、そして武道とトヨタの方はどうなっているのか、あっとこちらも揉み合っているが、あっとぐちゃぐちゃになってしまいました、なんちゅうか女の子同士の戦いみたいな感じで面白いですね面白いですか、さあこの辺でそろそろ山田のこの闘志に火がついても遅くはないような気がするんですが、まだもう一つ、わっやだ、おっと、いいとこ立っちゃうのかっこいいですね、でも立ってかっこよかったのに、まず立ってかっこよかったのかな、武道が蹴飛ばしましたね今ね、いきなり来たから全くしょうがないんだよね、これはちょっと山田も怒らずにはいられないという状況ですけれども、まだもう一つ両チームともどうですか、あんまりこう出し切れてないというか、ちょっとね、まず探り合ってると思うんですよ、ね、探り合いに行ってそんな感じですよね、だからあらおっとこれ4人入り乱れたの、あっとトヨタがもう居ても立ってもいられない、うん、どこからかトヨタが来たってという、あっとこのミサイルキック、ランニングのドロップキックを3連発になってそして定番です、コーナーからうわすごい、ものすごいミサイルキックだ、もうこれをやりだすとトヨタもう止まりませんね、さあそしてこれはローリングクレイドルに映るんでしょうか、さあ来ました、おっとあグランドコブラの体勢でホールに対して入りましたね、入んなかったのかな、そうですね、しませんでしたね、なんかでもしびれを切らしていきなりもう技という技をどんどんやって、ね、なんかそんな気がします、ね、そんな感じですね、あーっとちょっと重かった、あこれは勘抜き式に投げるジャパニーズオーシャンその1、ねはい、形でしたけども、やはりちょっと体重が
それほど、例えばコンバット豊田選手が技の数が少ないといってもやっぱり大きい人ですと、こっちもかけられないんですね、たくさんは。さあここで工藤にタッチ。この工藤豊田の絡みというのも非常に興味深いものがあるんですけれども、ええ、これは現状時代には何度かやってますよね、もちろん。まあそれもでも、まあ、今となってはとんでもない新人の頃でしょ、そんなに、うん、関係ないですよね。で、一応いたらあの子供の方が先輩だけども、はい、でもトヨタ全然そんなこと考えてないと思います。あでしょうね。そうですよね。もう自分は前場のメインだからっていう。そうですよね。全然先輩だと思ったらこんなことできないですよ、きっと。そうですね。うん、割とトヨタ山田組は自分たちがメインイベンターだという意識をとっても強く持ってますよね。やっぱなんかあのスランプとかね言われてもメイン張れちゃうんだから、すごいんですよね、トヨタと山田組は。そうですよね。おっと、強烈。引っ張ったく。引っ張ったく。この工藤もね、あっと強烈な引っ張った。これはあの全然若手時代から工藤は使っている技ですよね。さあそしてタップランプに戻って登ってあった、うん、エルボー、フライングのエルボー、当ててきましたね。三沢張りのエルボー当ててきましたけれども、さあこれはカウント2で跳ね返しました。さあそろそろ試合が動いてきても良さそうな予感がしますけれども、さあダブルアームの形から、おっとこれはあっと危ない、すごいことやりますね。なんか合体の、うん、あの FM の選手はあの形からそのまままっすぐ落とすという技をよく使いますけれどもね、これを合体でやったという感じでしたけれども、しかしカウンター2。さあちょっとまたトヨタが捕まっています。やはりこれトヨタを、あっと強烈なキック、かなりトヨタ選手のコンバットヨタ選手の方は、うん、ドロップキックを決め技に近い形で使ってるんですよね。なるほどね。あったカウント2、しかし綺麗なブリッジで返した。あんだけ重たくてキックできちゃうんだから必殺技ですよね。でもなっちゃいますよね。さあそしてまたしても合体のパイルドライバー。おっとここでたまらず山田がカットに入った。あのね、これすごい一つすごいなと思うのは、はい、あのコンバットトヨタの方もあと九度目の方もすごい声が聞こえるでしょ、お客さんに。でも今トヨタと山田今声出してないですよね。でもそれがすごい今違い出ちゃってるなと。あーなるほどね。おっともっと声出して、ね、頑張って。さあこの辺りあどうなんでしょうか。これからじゃないですか。あこれは得意の得意の、あー来ましたね来ましたね。そうです。さあしかし工藤が必要に、あやらせませんね。あもう一回来いと、もう一回来い、あーあっと、あ完全に羽交い締めの状態にはなりませんでしたけども、ブロックしましたね。はい、あとジャンピングね、ハイキック、さあもう一発、あしかし倒れません。コンバットトヨタにも意地があります。あ倒れませんね。さあそしてロープに、ロープを利用してのジャンピングのハイキック。3発か4発やるんですよね。3発目は見事に円錐切り、後頭部リフトしました。あっとこれも、さあここで片膝をついたコンバットトヨタ。さあそして今度はサイドバスターの形から、おっとあっと、やっぱ重いみたいですね。これもなかなか持ち上がらない。カウント2、今のもなんとなく足をすくったって感じでしたよね。あっとあっとダブルドロップピック、しかしこれはちょっと当たりが浅い。うん、あちょっとね、あっとどうもこの辺がこの巨漢のコンバットトヨタをどうも攻めあぐんでるという感じですけども、うん、そうですね。何かこう技がね綺麗になかなか決まらないというところがちょっとジレンマなんですが、あっとしかしやはり体当たりではね、そうスピード、要するになんていうのか、トヨタ山田組というのはスピードありますよね、やっぱり、だけれどもスピードのない相手に対して、あそのスピード自分たちのスピードまでなくなっちゃうんですよね、なぜか、ええ、決してコンバットトヨタ選手あのスピーディーに動ける方じゃないのに。と言いますと、これまで、まあ
おっとこれは美しい。さあそしてトップロープに戻って、おっとおっと危ない、うんうん、さあボディスラム、そしてボディアタックですね。さあそしておっと反転してのボディアタック。さあカウント、この形はあんまり割と新しいんじゃないですか、うん、そうですね、ケイトがやると綺麗ですよね、すごい。ああ今お客さんから付き合うなというふうな声が飛んでますけれども、うん、ここまでは相当重いんですよ、やっぱり2人でやってますし、あのぐらいですもんね。さあこの辺から得意の2冠チームの息の合った合体殺法が繰り広げられます。さあカウントはカウント2。さあこの辺から乗ってくるのか。さあトヨタの動きもかなり俊敏になってきた、強烈ミサイルキック、あーっとしかしいいところでくどめ出てきましたね、入ってきましたね、今のあのままジャーマンでねホールかという感じでしたけれども、あーしかしバックを取って、うーんあっと、さあそしてあー持ち上がんない、なんとなく動けるにもかかわらず、うん、山田のパワー不足がなんとなくだんだんあからさまになってきちゃいましたね。あーなるほどね、持ち上げられないですよね。あーちょっと心配なその体力差なんですけれども、あっとしかし大陸トヨタですが山田が必死に耐える、あーしかしおっとこれは重い、これは重い、相手の力を逆に利用したという感じですけれども、さあさあそしてあさあこれはここで早くもリバースのゴリースペシャル、あーしかし不動目が先ほどからいいところでカットに入ります。すごいえぐいですね、相当トヨタもこれもう怒ってましたが、あーっとすごいものすごいパワーボムが決まりましたけれども、これはカウント2、強烈でしたね今のは。あーそしてあコーナーには不動が残っているぞ、さあ何があるのか、あっとあ高さを抑え込みだ、高さを変え、あーっと自分のバート、自分のねパートナーを蹴ることによっておっとここで、あーっとこれはちょっとさっきやってますからね、あの技はまあしょうがないですね。さあそして工藤は何があるんですかね、あジャーマン、あっとジャーマンからさあ肘を一発入れて、あーっとこれかわした、あそのまま路上外に落ちてしまったトヨタ。さあそして工藤は飛ぶのか、さあ工藤が飛んだ、おーっと飛べ、おーすごい、あかなり勢いで、大丈夫かな、おっとそしてあーっとプランチャー、あこれはすごい山田のプランチャーがモノにヒット。さあそしてトヨタも来るんでしょうか、これはあそしてそうトヨタマナミがあ得意のラップケブラーダを狙ったんですが、そうはさせじと工藤もよく相手を知っています。さあそしてこれがトヨタが残った、いやーすごい、あこれはもうセコンドまで巻き込んで、あ投手ですね、はい、あそしてトヨタがそうです、ご存知ラッケブラーダ、今すごい高さありましたね、2人に見舞いました、トップロープからラケブラダ、さあここからここからリズムが前頭のこの二冠タックの方に向いてくるのか。さあそして今度は何がある、まだまだ技は残っているぞ、さあ何でしょう、ムーンサルトでしょうか、かもしれないですね、ムーンサルトプレス、あっとこれやっと壊されましたね、何か工藤もこれは相手を研究してるんでしょうか、ことごとく技を返していきます。さあそしてアピールしてバックの取り合いだ、バックの取り合いだ、あーそしてジャーマンだ、あブリッジが高くて綺麗だがこれはどうか、うん、渾身のジャーマン駆動、しかしカウントは2、駆動のプラスも結構奥深いですね、はい、さあトヨタ、おおこれ今すごい変な空中で1回転以上しちゃいましたね、これは大怪我しますよ、危なかったですね、もろに強烈なラリアットが入った。さあそしてあーった出ましたね、高く掲げてのさあホールカウントは、おーまだまだこのブリッジの余力が残しているトヨタ、まあ、スタミナの面ではねもう無尽蔵のスタミナで有名ですけれども、まだ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 これからというところでしょうか、トヨタ、あっとあそしてあこれは合体ですね、こっからトヨタが飛んで、あーい
危ない。なんと味方の工藤も吹き飛んだというカウントは、うわ、危ない落ち方しましたね。9度目のフォールに行った時のしてやったりという顔が良かったですね。あ、なるほど、いやしかし観戦これはタッグマッチですのでね。おっと、これはさあ、しかしこの FM チームのこの合体殺法は本当いろいろありますね。さあ今度は、あーっと危ない、これも危なかった。さあカウント、おっと危ない、いやーロープに救われたトヨタ、ことごとくこの FMW の FMW タッグの合体殺法をことごとく受けてるトヨタ、ちょっと心配ですが、さあそして工藤がトップロックから、あーしかしこれは外した。さあもういても立ってもいられないと先ほどからうずうずしていた山田、さあここで登場だ、どんなファイトを見せてくれるのか。おっと、あ、これは外れましたね。あーっと、しかしフォローを入れて、このミルクが入った、一発目いいから上げてくださいって感じですね。なるほど、さあそしてあっとドラゴン、あーしかしガサツトヨタ、FM チームのカットも早いですね。しかしね、あーうまい、あーっとダブルで、ダブルでジャーマンだ。さあカウントは危ない、カウント2、カウント2、おっとトヨタが赤コーナーに登ってアピールしているぞ。さあ今度は前女チームが、あっとムーンサルト膝の辺りに決まった、カウントはいいカウント2、工藤恵を自力で返しました。さあ山田のピンキックだ、あっとこれは痛い、この自爆は痛い。さあこれで一気に形勢逆転か、投手交代か。いやしかしあとこれはあっとローザナイト、あっとカウント2、今なんかすごくスピーディーっていうか、そうですね、ひょいひょいひょいってな感じでしたね、はい、予想もつかないこのローザナイトスープレックスを見舞った。おーっとすごい、さあトヨタは何をするのか、あー出ました、これは出る、出るってなった、あまりにも危険な技、あまりにも危険な技、あしかし本末トヨタ後ろにいる、あーそうはさせない、そうはさせない、これを食ったらもう一巻の終わりというこの技ですけれども、やってくれますねコンバットも。あーっとこれは同士打ち、同士打ち、キツネのバカ試合状態になってきた。さあそして、こっちのコーナーだ、コンバットトヨタはどこにいる、コンバットトヨタはどこにいる、コンバットトヨタはどこにいるんだ。さあこの危ないぞ、危ないぞ、一回転した、なだれ式のダブルのバックドロップ。あーしかしこれまだ終わりません。さあそしてあーっと、ここでトヨタが蘇ってきた、コンバットトヨタが蘇ってきた、味方ごと突き飛ばしちゃったね、さあなんだ、おっと、もう何が何だか、あー出ました、ジャパニーズオーシャンスープレックスドロップ、あー入った、最後はやはりサイクロン、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールド、トヨタマナミ18番。でもはい。
何も話すことねえよ。控室でできる。控室でもらって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